で採血室に来る患者さんの数が、ね、多い日は1,200〜1,300人来ましたし、外来に来る患者さんってのはもう3000人とかいると思います。順天堂大学医学部附属順天堂院臨床検査部の半藤哲也です。主に血液検査、遺伝子検査を行っております。血液検査、白血病とか血液のがんと言われているいろいろな疾患があるので、それを見つける最初の検査ですね。普通の腕から採血した末梢血では大人な白血球しか出てこないですね。ただ白血病とか骨髄が侵される病気ですと、若い病弱な白血球というのが出てきますので、そういうのを見つけたりするのが主な仕事だと思っています。顕微鏡を覗くのも大事なんですけど、顕微鏡の先には困っている患者さんがいますので、そういうことを想像して顕微鏡だけではなく、いろんな患者情報ですとか背景を見て検査するように心がけています。遺伝子検査で行っているのは PCR がほとんどです。部屋が3つありまして、それぞれの部屋で検体の処理、試薬の調整、遺伝子の増幅、 PCR の波形が横ばいでしたら陰性ですし、陽性の方っていうのは波形がどんどん上がってきますので、そこで判定しております。これからの時代はいろいろな検査に遺伝子検査が使われるようになってくると思いますので、詳しくなれるように日々努力しております。電子カルテ等を通じて私たちが出したデータがしっかり診療に活用されていて、それで患者さんの病態が良くなったという記載を見るとやりがいを感じます。数値にしろ波形にしろ、ある意味誰がかけても結果までは出せるので、その結果を検査技師としてどう解釈するのか、その得られた結果っていうのが正しい検査手順で得られたものなのかっていうのを必ず考えるようにしております。血液検査データを理解して医師とディスカッションして診断を導き出せるような、あるいはそういった提案をですねしていただけるような技師になっていただきたいというふうに考えていますし、サイエンスの視点でものを見るということも求められていますので、検査業務と研究活動を両立していかなければならない、彼はその能力があるというふうに思っています。4月から大学院の博士課程の方に入学しました。難病である拡張型心筋症、原因が分かってないんですね。遺伝子変異を iPS 細胞で作って心筋に分化させることによって、その心筋が拡張型心筋症のような機能を示すのかどうか、遺伝子変異が分かれば治療にもつながっていくと予想できます。将来拡張型心筋症になるっていうのはもしかしたら分かるかもしれません。検査技師はたくさんの種類の検査をこなす仕事ですので、自分の興味のある分野の検査を見つけてみてください。順天堂大学医学部附属浦安病院臨床工学室、斉藤航です。主に今人工心肺業務、空中治療領域のエクモだとか任されてます。心臓を止めないとできないような手術の時に人工心肺を使って血液の循環を代行してあげる装置なので、心臓血管外科の先生と看護師さんと麻酔科の先生と患者さんの基礎疾患の合併症だとか血液ガスの検査結果とか、どういった人にどういうオペをするのかっていうところを事前に確認して、血圧が下がりすぎないように、貧血にならないようにだとか、その循環が止まらないようにモニタリングをする。5時間か6時間とか考えることがすごい多くて、あっという間に終わってるというそんな感覚はあります。高校時代サッカーをしていて、やっぱり練習してレギュラーになったっていうことはあったんで、そこ自信はついたかなと思うんですけど、すごい人はすごいってこう尊敬してそこに追いつこうとは思うんですけど、いろんな人のすごいところを全部かき集めてすごい人になろうっていう多分感じだと思います。真似をして自分もそのレベルに達するっていうのが多分目標にずっとあるかなっていう。まだ10年ちょっとしかやってないんですけれども、もう20年30年選手ぐらいの知識とそれから実力を持ってますから、各科特有の機会にもすぐ適応できますし、勉強熱心であるっていうところが一番強いですかね。自分がやってた時よりもよくできてると思ってますよ。もうすでに抜かれてますから
だからもう全部任せてられるっていうところに入っています、はい、トラブルがあった時とか、まあ、以前経験というか、まあ、勉強したことを、まあ、何か役立った時先生に感謝されるとか看護師さんに、まあ、分からないことを聞かれたりして教えてあげて、まあ、感謝されるとかそういった感謝されるみたいなことが結構やりがいに感じることが多いです。まあ、エクモだとか人工心肺だとかなんで好きかちょっと自分でもよくわからないんですよね。ずっと勉強してられるというか勉強すればするほどよくわかんなくなってくる部分があるんでなのでずっと夢中になってやってるみたいな感じなんですけど、何か好きなものだとか、まあ、興味があるものを突き詰めていける方っていうのは臨床工学技士に向いてると思いますので、まあ、ぜひなってみてその興味の方を伸ばしてみてください。